これがじゃあまたこれ。あのね、あれを上に持ち上げて、あの、こいだ、どっち行くの？でもさ、あ、もう確かに。そう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 。皆様、どうもこんばんは。こんばんは。早くから寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。栄養寺の住職をしております。本日はお集まりいただいてありがとうございます。まあ、拍手ありがとうございます。催促してるわけではありませんけれども、あると嬉しいですね。さあ、もういよいよ年末あっという間ですけれども、あと何時間でしょうか。2015年が終わろうとしております。今年1年、皆さんどういう1年だったでしょうか。まあ、今日はですね、これから、除夜の鐘の集いと、それからプロジェクションマッピング奉納、この2つを楽しんでいただければというふうにそう思って、おります。まあその前にお聞きしますけれども、今日皆さん夕日はご覧になりましたか？元旦の初日の出は拝むことは多いですけれども、1年最後の夕日を拝むということはまずあまりなさらないですよね。でもこの夕日が明日の新年の日の出となります。その夕日がなければ新しい年はやってこないわけなんですよね。まあそれはついついですね、大晦日っていうのはそそくさとあたったと過ぎてしまってですね、早く正月が来ないかなとカウントダウンをするような形でそわそわしながら過ごしていってしまうんですけれども、その前にこの除夜という夕べをですね、皆さんとちょっと立ち止まってゆっくりとこう味わってみるのはいかがだかなと、そんなふうにも思っております。まあ除夜というのもですね、これ他の西洋ではない考え方ですね。これはアジア文化圏ならではの言葉だと思うんですけれども、まあ、じゃあそもそもはですね、旧年を古い年を取り除くという意味で、1年間を振り返って、自分の心に積もった塵をですね、しっかりときれいに洗い除いて新しい年を迎えると、そういう意味ではですね、この夜、夕べというのはとても大切なことなんじゃないのかなというふうにも思います。また、除夜の鐘もそうですよね。時々ご質問を受けるんですけど、なんで12時ぴったりに除夜の鐘鳴らさないんですかっていうふうによく質問を受けるんですね。でも除夜の鐘そういうものじゃなくて除夜というふうに言ってますので、この1年間終わる前にですね、しっかりと自分の心を洗い清める、振り返ってみるというのはこれが大切です。まあこの1年ですね、皆さんいいこともあったと思いますけれども、もちろん嫌なこと、悪いこと、悩み事だとか心配事ですね、それぞれあったんじゃないのかなというふうに思います。まあそういう心を持っているとついついあいつのせいで、誰かのせいでとかですね、これがいけなかったんだ、まあそんなふうに何かのせいにしてまた次の年を迎えるようなことになってしまいますが、心の中の悩みとか問題事っていうのは常にですね、自分の心が引き起こしている、煩悩が引き起こしている、そういうふうに考えたらどうなのかなと思います。ですのでこの除夜1年最後の夕べにですね、もう一度振り返って自分の心を見つめ直し、自分の煩悩と対面をすると、でその煩悩をですね、向き合うために一打一打の除夜の鐘があると、そういう意味合いがあるわけなんですね。まあこのプロジェクションマッピングも同じようなことなんじゃないのかなというふうに思います。まあ、楽しいショータイムではあるんですけれども、このプロジェクションマッピングを見ながらですね、この1年を振り返り、そして、今までの心に、積もったですね、煩悩を洗い清めるような、そして、いろいろなおかげでこの大晦日を無事に迎えることができたという感謝の気持ちで、このプロジェクションマッピングを見ていただければ、お寺でこの新しい最先端のイベントをする意味もあるのかななんて、そんな風に、思って
ております。まあ、今日のですね、大晦日の夕日を見忘れた方はですね、ぜひ、これから坂道が光り輝きますので、その光を眺めながら、この茶会を楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。本日はどうもよろしくお願いします。